は、オペラ歌手の斉藤信夫と言います。昨年はピースコンサートに出させていただきました。ピアニストの佐藤翔くんとか、佐藤英子先生率いる、フラダンスのドキュラニクラスの皆さんとか、そして、いとこ同士のポップスデュオの、カズンの漆戸博士くん、実の僕のいとこでもありますけれども、たくさんの、アーティストさんたちとコラボレーションさせていただきまして、本当に、楽しいコンサートに出演させていただいたという思い出があります。今年も、ご依頼をいただいてましたけれども、本当に残念なことに、開催ができないということで、動画を送らせていただきます。本当にね、今年は思いがけずに、大変なことになっています。また医療従事者の方々、大変な思いをされながら、私たちの命を守ってくださっている皆さん、本当にありがとうございます。なかなか、人と会ったり、つながったり触れたり、とても難しい状況にまだなっていますけれども、こういう時だからこそ本当に音楽の力を信じて、また、発信していくと、いうことがすごく大事だなというふうに僕自身も感じています。今回もこういう機会をいただきましたので、一曲歌をお届けしたいと思います。曲目はですね、寺島直彦さんの作詞作曲の、サトウキビ畑という曲です。本当に絶対に戦争を起こしてはいけない、そんな思いを込めて、また決意も込めて、お送りさせていただきます。どうぞお聴きください。よろしくお願いします。
悲しみ